アンドレアス・ベルクマイスター。アンドレアス・ベルクマイスターは、ドイツバロック時代の音楽家で、音楽理論家である。ベルクマイスターは、ノルトハウゼンとクベトリンブルクの学校で学んだ。音楽教育はおじたち、ハインリヒ・クリスチャン・ベルクマイスターとハインリヒ・ビクトール、ベルクマイスターから受けた。1664年に彼は、ハッセルフェルデのオルガニストとなり、10年後に、エルビン・ゲローデへ移り、 1696年には、ハルバーシュタットのマルティン協会のオルガニストに就任した。彼の音楽作品は一冊しか刊行されていない。通奏低音付きのバイオリン曲集でタイトルは、ムジカリッシェ・プライビット・ラストというものである。ベルクマイスターは、後世には、音楽理論家として、より広く知られるようになった。特に著作無ジケ・マシュマティッキー・ホデガス・キューリアセス、と、 ムジカリッシェ・テンプラトゥア・オーダーは代表作であり、それにおいて彼は現在ベルクマイスターの調律法として知られる鍵盤楽器の調律法について記述した。タイトルページオブ・アンドレアス・ベルクマイスター・オーグルプローブ・ベルクマイスターの著作、中でも対法に関してヨハン・ゼバスティアン・バッハはよく知っていた。ベルクマイスターは熟達した対法、特に展開対法は 天体の通常運行と結びつけられていると信じていた。これは、ヨハネス・ケプラの著作、宇宙の調和ハーモニー・チェムンディーにおける見解の繁栄である。ジョージ・ブロによると、この時代の他の著作家は、神の仕事の結果として、そう明確に音楽を考えなかったが、バッハの見解とは合うものであった。ベルクマイスターは、大法に記述の焦点を合わせていたのだが、 彼の作品は、その根底にある火星的原則を強調している。2000年に上映されたハンガリー映画、ベルクマイスター・ハーモニーでは、彼の音楽理論について言及されている。ジョージ・ビー・シュタウファー、ジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・ミューザカル・ロジェクル・ソサイティ、ホール2005、P711、ジョージ・ジェイ・ブロ、アンドレアス・ベルクマイスター、グローブ・ミュージック・オンライン著作。ありがとうございます。